Podcast。時刻まもなく午前11時43分になります。音の葉に乗せて11時台後半曜日代わりのコーナー、毎週月曜日平安散歩です。平安時代のあれこれお届けしております。 NHK の大河ドラマ光る君へが今年紫式部が主人公の平安の物語ということで、紫式部周辺の人物とかね、その時代のあれこれをお話ししておりますが、今日は海の日ということで百人一首に選ばれている海の歌をご紹介いたしましょう。百人一首の11番歌ということは、随分ね時代が古い時代の歌だなっていうことがお分かりいただけるかと思います。百人一首って実は100首、1番歌から100番歌まで番号を振られていまして、こう時代ね、ということになるんです。時代順みたいな感じになるんですが、紫式部が57番で、その周辺に泉式部とか清少納言とか紫式部とこう近い時代の人たちが固まってるんですね。ということで今日の11番歌はそれよりも前の時代っていうのがわかるかと思いますが、後ほどこのね11番歌を歌った三義高村、小野高村と紫式部の深い関わりというのが出てきますので、今日そこまで行くかな、来週になるかな、お聞きください。そう、百人一首の海の歌11番歌、三義高村というね、百人一首上は名前ですが、小野高村という名前の人です。綿の原八十島かけて漕ぎ出ぬと、人には告げよ天の釣り船という歌です。北海道の百人一首って下の句かるたで、下の句がこう木札にね大きく書かれていたりしますけれども、下の句人から始まる歌が全部で9首あって、しかもあと昼はっていうのもあるので、日が一番最初の音に来るのが全部で10首もある、10分の1、1割が日なんですけれども、そのうちの一首ということになります。綿の原八十島かけて漕ぎ出ぬと、人には告げよ天の釣り船という歌。これ訳しますと、広い海をたくさんの島々を目指して漕ぎ出していったよって、都にいる人たちに告げてください、漁師の釣り船の皆さんっていう、こんな歌なんですね。でこれ一見するとすごい大冒険に出かける海に漕ぎ出した勇壮な歌っていう風に思いがちなんですけれども、実はこの三義高村がなぜ海に漕ぎ出したかと言いますと、この人ですね、流刑に処せられまして、そう島流しに遭うんです。その遠く都からね、遠く離れた小島に船で渡っていくっていうことになったんです。で大海原へ、これから漕ぎ出していく、漕ぎ出していったよって、周りにいる釣り船の漁師さんたち、都にいるね私のご知り合いの人たちに教えてください、お知らせしてくださいって、そんな歌なんですね。さあこの歌を読んだ三義高村という人は、西暦の802年に生まれ、852年にご実際で亡くなったというふうに言われておりますので、紫式部よりは200年に近いぐらい前の時代の人ということになります。もともとはですね、この人は帝の血を引くようなお家に生まれた人で、平安前期に非常に活躍した朝廷の閣僚ということになります。で小野高村、小野さんなんですけれども、皆さん歴史の時間に習ったの覚えてます？小野妹子、遣隋使小野妹子、人の子孫っていう風になるんですね。で外交官の家系のお家に生まれて、非常に漢籍なんかにも詳しいし、法律にもこう通じていて、すごい仕事ができる人だったんです。で小野高村、遣唐使の副使っていう立場で、大使のね、このサポートをする副使っていう役割で2回選ばれるんですけれども、2度にわたって、船が難破しちゃって渡航に失敗してるんですよ。
2度目の失敗のその翌年、3度目の後悔に出ることになりました。で、遣唐使って何もすごい大きい船一隻だけで行くってわけじゃなくて、いくつかこう船があるんですけれども、大使が乗った第一船っていう船がやっぱりこう破損しちゃうんですよ。で、高村は副使として第2戦に乗船予定だったんですけれども、第1戦が破損して、で船取り替えてっていう話になるんですよ。ひどい話だなと思うんですけれども、渡航のリーダーである大使が、でも自分の乗った船が壊れたからといってね、別の船と交換して、その損害を部下に押し付けるような振る舞いをしたので、高村すごく怒ってそれに対して抗議するんです。で、自分は船には乗らない、遣唐使として唐には行かないっていう風にね、ちょっとごねるわけです。まあ、でも事情が事情ですからね、それもごもともだなと思うんですけれども、自分には持病があるし、年老いた母がいて、世話しなくちゃいけないしっていうことをですね、建前にして、自分は唐には行かないって言うんですよ。で、遣唐使の一行は高村をこう日本に置いて、船には乗せずにですね、唐に向かうということになります。で、高村はね、それに対してすごい不安を持って、ですっごい怒りを込めた漢詩を作って、で、遣唐使なんてね、もう今の時代遅れだなんていう風に朝廷を批判するっていうか風刺するような、そんな漢詩を作るわけです。まあ、そんなこんなで小野高村は流刑に処せられまして、島流しに遭うわけですよ。で、その時に、自分がこれからね、その島に、小さい島に都を離れて向かうんだけれども、大海原漕ぎ出していったよって、都にいる人たちに伝えてねって歌を詠んだのが先ほどの百人一首の11番歌ということになります。じゃあ、その紫式部よりも200年くらい前の小野高村と紫式部、どういう関わりがあるのかと言いますと、これね、私たびたび実はお話をする中でご紹介したいことがありますし、今年のね、文学館で道草させていただいた時にもお話をしたんですけれども、実は紫式部と小野高村のお墓って隣同士に立ってるんですよ。じゃあ別にね、時代が全然違うし、何か関わりがあったわけでもない2人が、なんで、同じところにお墓があるのかって言いますと、実は小野高村なんですけれども、閻魔大王が任命した、今はこう裁判官だったっていう風に言われてるんですね。今日なんか地獄の話にも縁がありますけれども、要は亡くなった人が、地獄行きか、地獄に行かなくてもいいのかっていう判決の、をする、閻魔大王が判決をする、こう助言をする、こういわば裁判官のような役割だったっていうふうに言われています。別に小野高村はね、死んでるわけじゃなくて生きてるんですけれども、生きながらにして、実は日中は官僚として朝廷で使え、夜の時間にある井戸を通って冥界に行って、閻魔大王のその、判決のね、手助けをして、また朝になると井戸通って帰ってきてっていう風に、そんなね、伝説が残ってるんです。じゃあ、なぜその閻魔大王の判決のお手伝いをしていた小野高村と紫式部が同じ、ところにお墓があるのかと言いますと、紫式部は大ベストセラー源氏物語を手掛けました。源氏物語ね、千年先にも残る非常にベストセラーで多くの人に愛される物語ですけれども、光源氏っていう主人公の男性がですね、いろんな女性と恋をしてね、やっぱり当時ちょっとハレンチな小説だってね、おっしゃる方もいたわけです。で、こんなハレンチな小説を書いた紫式部は、きっと地獄に落ちたに違いないって思った方たちがいるんですよ。
もうね、なんとかあの紫式部をあの地獄行きじゃなくってね、源氏物語は多くの人を楽しませてくれた小説だから、あの地獄に落ちませんように、紫式部が地獄に行ってませんように、小野の高村お願いということで、紫式部のお墓と小野の高村のお墓が今あの京都の紫野っていう地名のところなんですけれども、隣同士に立っているということになりまして、私、そのお墓参りをいたしました。まあ、今でいうところの、 あの聖地巡礼みたいなことになるのかなと思うんですけれども、あの子供の頃からあの紫式部が大好きな私は、紫式部のいろいろゆかりの地をあの辿ったわけですよ。その時に紫野にも行きまして、紫式部のお墓参りをし、あれなんか隣にね別の人のお墓あるけど、これ誰のお墓かしら、仲良くわからないけど隣にあるから一緒にお参りしましょうということでお参りをして、後にこのエピソードを知ることになるんですが、ちょっとね面白いなというふうに思いますね。小野の高村は紫式部のお話ししましたように時代の人ではないんですが、じゃあなぜその山田王のご判決のお手伝いをするようなことになったのかというのもちょっと面白いエピソードが残っていますので、じゃあこれはまた来週のお話としましょうか。平安散歩、今日はですね海の日ということで百人首に選ばれています海の歌一首、三義高村、小野高村の綿の原八十島かけて漕ぎ出ぬと人には告げよ天の釣り船、この歌から、三義高村、小野高村のご紹介でした。 See you in the next episode.